密室というものが何であるかということを説明してみたいと思います。でよく教会では何時の密室にて祈れとよく言われておりましたら、よく教会の方々は誰も邪魔されないような秘密の部屋を作って、そこで静かな部屋を作ってそこで祈ると思い込んでいる人がいるわけですね。それは密室ではありません。密室というのは誰にも知らされてない部屋という意味なんです。それはどういうことかというと、私たちのこの見える世界から見えない世界に入ってという意味なんですね。すなわち自我意識から解放されて身外意識、霊意識に入ってという意味なんです。体霊との一体感なんですね。自分が霊であると、その肉では血や肉ではないんだと、霊の世界に入ってということなんです。すなわち神がですね、我々の実体は霊であって肉体ではありませんから、しかし自分が肉という感覚を感じている限りはまだ密室に入っていることにならないんです。自分が肉であるという肉意識での祈りは祈りではないんです。真の祈りというのは霊的祈り、すなわち自分が霊そのものになりきって祈ることを密室にて祈られた、すなわちそれが天の祈り。その祈りは、祈りと答えとは一つで、私たちは今祈り方を知らないということなんですね。で私たちはどこで祈っているかというのは五感で祈っているんです。すなわち物質の次元で、感覚の次元で祈っているということになるわけですね。これは祈りではありません。祈りとは、体霊との一体感なんですね。すなわち神との一体感なんです。すなわち自分が霊であって何者でもないんだと、すなわち実在の自分で、実在の自分は霊ですから、その実在の自分が祈っている状態を密室にて祈っているということになるんですね。そこでの祈りは真実の祈りですから、祈りと答えとは一つ、すなわち祈った瞬間それを成就すると、それは真心、すなわち真我の心、神の心、御心にて祈ったということになるわけですね。で一番皆さん方、今日朝も1時間ぐらい瞑想なさった方もおられますから、その瞑想というものはこの肉という自我意識、すなわち表面意識からの解放なんです。で我々がこの肉体を感じなくなって、この視界という現象界が完全に消え去って、無視界の世界、すなわち霊の世界、体霊の世界に自分が没入して入っていくということなんですね。体霊そのものになりきると、そのものになりきっていなければまだ密室に皆さん方入っておりません。霊そのものになりきらなければ密室に入ったことになりませんね。五感の感覚が妨げていますね。自我意識がまだ自我がある限りは密室に入ったことになりませんよ。自我を感じている限りは、肉を感じている限りは皆さん方は密室に入ったことにはならない。で自我意識で感じて祈っている時には無効です。その祈りはね、その祈りは成就にいたしません。あなた方がいくら自我意識で何をしてください、こうしてくださいと祈ったところで、あれは密室で祈ったんじゃない、キリストの皆において祈ったんじゃないんですね。キリストというものは霊ですから、霊において霊的次元で祈るということなんですね。だから皆さん方、瞑想を通していつでもこの密室に入るということは天国に入るという意味なんです。神の国に入るということなんですね。神の国というのは霊王国、霊王国は実在の王国、すなわち永遠の王国ですから、我々のその霊的自分というのはその永遠の自己、すなわち実在の自己ですから、であなた方は非実在という結果の次元で意識して生きているわけです。その五感の感覚からの解放が完全沈黙というんです。もう肉体を感じない、でいろいろな周囲の諸々の見える現象界というのを感じなくなって、そこには体霊あるのみ、体霊一元の世界に、霊一元の世界に皆さん方が入っていくということなんですね。霊一元の世界に入って、霊の次元に祈られたならば、皆さんも完全に密室に入っています。でこれを沈黙の力と言いまして、神の力がそこで祈られた、思ったこと、語ったことは即成就するということなんですね。例えば私この千葉が霊意識になって、もう肉という感覚から解放されて、霊そのものに、体霊そのものなんだと、その身外意識で例えば私が語りますと、私の言葉は言ったこと全ては成就する。